ン林原諸法、またはン林原諸国は、ドイツ帝国における以下の両方国家を指す語である。ン林原諸法は、北と西で、プロイセン、特にエアフルト県や飛び地のカッセル及びメルゼブルク地域と接していた。また、ン林原諸法の各所に、プロイセンの飛び地が入り乱れており、例えばシュロイ人間軍とズール氏、ヘイアシャフトシュマルカルデン軍、バルヒフェルト軍、 バンデルスレーベンとミュールベルクの周辺地域、ツイゲンリュック群、ラーニス市、カムスドルフ村、ブランケンベルク村、シュパルンブルク村、ブリンテンドルフ村のほか、ツイゲンリュック群の飛び地のゲーフェル村、カムブルク近郊のアプレープニッツ村と、アイゼンベルク近郊のキシュリッツ村などがあった。東側は、ザクセン王国と接しており、その飛び地も多数あった。 ゲーラ近郊のリープシュビッツ軍やヒルベルスドルフ、ロイチュ、リュッケルスドルフ、トーンハウゼントグラープスドルフの周辺の村落のほか、アルテンブルク近郊のボッカとメラーネ近郊のカウリッツなどがあった。1913年には、ザクセン大公国とザクセンイコールマイ人間公国の間で領土の交換が行われ、マイ人間の家の郊外にあるリヒテンハインと、 バイマルのクラニヒフェルトの一部が交換されたが、あまり状況は変わらず、クラニヒフェルトの境界はいくらか整理されたものの、クラニヒフェルトにあったマイ人間の飛び地はなくならないどころか、かえって大きくなった。ドイツ革命による君主制廃止に伴って中林間処法が合法して、中林間州が成立したが、プロイセンとザクセンの飛び地は解消されなかった。 ドイツ帝国の連邦参議院において、中林元諸法はそれぞれ票を持ち、発言権を有していた。このため中林元諸法は、プロイセン王国の17票、ザクセン王国の4票に比べて、領域の割には大きな票を持っていた。しかし、中林元諸法が連邦参議院で一致した行動をすることは、ほとんどなかった。また、1903年まで、 中林原諸法は5カ国しか代表を出しておらず、ザクセンコーブルク・ゴータ公国は別途選任した代理人、ザクセンイコール・マイニンゲン公国は、バイエルン公国、ロイス・グライツ公国は、メクレンブルク・シュベリン大公国に代表権を委任していた。1878年10月1日の帝国裁判所構成法によると、 全中林元処方を所管するのは、イエーナの上級乱と裁判所のみとされた。ただし、シュバルツ・ゾンダースハウゼンだけは、ナウムブルク上級乱と裁判所の所管とされた。また、イエーナ大学も中林元処方で共有しており、エルネスティン系広告が出資していた。しかし、1817年には、ザクセン・コーブルク広告は、出資を取りやめた。 1918年11月のドイツ革命により、中林ン地方の何世紀にも及ぶ分断が終わった。ドイツ国は連邦制の共和制国家となり、君主はすべて倒された。中林ン諸法もすべて自由州となった。2位系、ロイス自由州と、弟系、ロイス自由州は1918年12月21日に、合法して、ロイス人民州となった一方、 1919年4月12日に、ザクセン・ゴータとザクセン・コーブルクは1826年以来の連合を解散し、別個の自由州となった。ザクセン・アルテンブルク、コーブルク、ザクセン・ゴータ、ザクセン・イコール・マイ・人間、ザクセン・バイ・マル・アイゼナハ、シュバルツ・ルード、シュバルツ・ゾンダース・ハウゼン、ロイスの各自由州は可能であれば、 プロイセン領内を含む中林源地方全体を一体化すべく交渉を進めていた。しかし、プロイセン自由州が領土変更を受け入れなかったため、1919年に、いわゆる小中林源主義による解決を図る方針となった。合法交渉の過程で、ザクセンイコールマイ人間自由州とコーブルク自由州は参加にあたって懸念を示した。練習体育より、 南のフランケン地方北部は、言語的にフランケン地方南部とのつながりが強固な上、1803年の帝国代表社会議集を決議で、バイエルン選定綱領,領に組み込まれた土地だったからである。ザクセンイコールマイ人間自由州の懸念は、ゾンネーベルク地区及びゾンネーベルク商工会議所の存続保障を行うことで、解消されたが、 コーブルク自由州では1919 19年11月30日の国民投票で大多数の人々がチューリンゲン州への合法に反対票を投じた。1920年5月1日にコーブルク自由州を除く7州が合法してチューリンゲン州が成立し、州とはバイマルに置かれた。一方、コーブルク自由州は同年7月1日にバイエルン自由州と合法して、 その一部となった。チューリンゲン福音ルター派協会の教区は、現在でも、旧プロイセン州にあるいくつかの飛び地を除いて、1920年に成立したチューリンゲン州の領域に対応している。ただし、ザクセンバイマルアイゼノ派の飛び地であった、オストハイムだけは、1972年から、バイエルン福音ルター派協会の教区となっている。ありがとうございます。